はい、どうも、はじめまして、バンプです。今回は水力発電所の保管庫の鍵10回検証行きたいと思います。ここはね、昭和ラインの鍵になっていて、もうほんと昭和ラインの真ん中にある水力発電所っていう場所の2階にある鍵になってます。基本的にアタッチメントとか武器ボックスが多い場所で、鍵の値段の感じはこの2万5000というめっちゃ安い。てかまあ1回で元取れる鍵になってます。まあ、今回こんな鍵もあるんだぜっていうことをね、紹介できたらなと思います。それではやっていきてなと思います。まあ、昭和ラインね、方はついでに持ってると美味しい鍵になってますんで、ぜひともこの動画を見て美味しいと思ったら行ってみてください。それじゃ、やっていきましょう。はい、ということでやってまいりました。昭和ラインの方に来ました。ここマップで言うとね、真ん中の場所になっていて、多分昭和ラインね、来たことがある人だったら、見たことあるんじゃないかなと思います。このね、上にスナスカがいる場所だね。うん。まあ、こんな感じの場所だね。通ったことある人いるんじゃないかな。で、この中がね、一応美味しい場所になっていて、はい、この中のね、上、2階に水力発電所の鍵があります。はい、ここだね。はい、ここの鍵、今回ね、10回検証やっていきてなと思います。武器ボックスがね、この辺にいろんな種類があって、上にね、直湧きもありますよと。下の方にもね、ちょっと湧いてることがあります。だからね、ここにも工具箱、ここにもね、この正方形の武器ボックスが湧くので、結構美味しい場所になってます。はい。じゃあ、ここ、10回検証やっていきたいと思います。はい。さあ、この、発電所の、水力発電所の鍵いきますか。これどうしようかな。工具箱か。で、直湧きだけ見ようかな。迷うな。でも、ここの直湧きね、マジティア高いから。いいね。まあ、見るか、一応。このケース。アドバンスチューブとかでしょ。ケース系うめえからな。マジ、この緑のデッキ箱、マジ何も出ない。はい。はい。そして、なんか地面にもね、なんか湧きあるみたいな話あるよ。フォーク箱はシンプルに美味しい。まあまあまあ、もうこんなもんか。まあ裏からも開けれんだ。そしたらインテリとかは湧くでしょ。あ、湧いてた。危ねえ。下湧いてたわ。地面は決まるから要注意だね。なんか地面と地面にも湧いてたわ。OK。CBJ3 発を渡しに来たな、これ。ねああ、60。60や。まあまあ、こんな感じでし。美味しいね。ね。イェイ。イェイ。一応は。ここにもアタッチメント置きあるんだ。え、めっちゃあるね。アタッチメント置きっていうか、なんかケース。こういうケースはやっぱ、美味しい。美味しい。いいね。で、このデカ箱ね。俺信用しないから、この緑箱、マジで。ほら。まず、図体だけでかい。さあ、アドバンスチューブ。お、いいね、アドバンスチューブ。2連続で湧いてた。で、この下にもね、湧きがあったから、白くは光らない。まあ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 、こんなもんでしょう。うん。オッケーオッケーオッケー。美味しい。ここ、下と一緒にセット。さあ。もう3回目か。いいね。50年。ここ漁ってる人見たことねえんだよな。はい。これ弾何入ってる ?MJ か。以上、美味しいです。
OK。さあ、はい。お、今回うまいね。全脇じゃん。よいしょ。ここもタックパイプか。おにぎり。コブラ。うん、下に2脇ぐらいあんだ。こう空いてるときあんだね。なんか、ウッズのあれみたい。アタッチメント小屋みたい。これパンパンになった。以上、こんな感じかな。だからこの辺にもさ、直置きあって気もしたけど、入ってねえか。はい、以上。うまい。5回目。ボルト。いっぱいやってる。さあ、モスクラブタバコ入れて、とりあえずこんなもんか。よし、またここ開けて、よいしょ。うまいか。6回目の鍵いっちゃいましょう。水を出るなー。この新しい水色のレンチめっちゃ出る。渋いねー、近脇。うお、ロニン。この、ザコロニンの方、なんか、顔変わったからさ、今期から。ちょっと、面白い。イェーイ。いいね、武士よ。やるじゃない。いや、マジで頑張ってみてください。基本的な動きはこんな感じ。でかいね。わ、 M700 も出た。え、めっちゃ湧いてんな、今回。拾えねえっす、全部。アタッチメント多い、マジここ。まあ、こんな感じ。もうここに関してはもう、ざっくり計算でいいか。さあ、8回目。M4?M4 6万7万ぐらいだよ。フリマで。ダメだ、これダメだ。ライトつけるダメだ。まあ、変な癖でさ、暗かったらちょっとライトつけるけど、これ眩しすぎて。普通の武器持ってくるべきだった。
うわ、渋いね、ここ。よし。まあまあまあ、こんなもんでしょう。よし、よし、よし。よいしょ。こっちも、行きましょう。あ、するか。え、なにこっちか。まあ特にって感じだね。はい。よっしゃ、ラスト行きましょうか。パルチザン？え？パルチいた？また？俺なんか俺ここ漁ってる時毎回来るんだよね、パルチ。ちょっと見よっか、そこのパルチ。まだパルチいた？なんか大好きなんだから、俺のこと。パルチ毎回湧くんだよ。カルマチ一番下がってるから寄ってくるんだろうけど。オッケー、こんなもん。ちょっと見に行くか、最後パルチンなら。パルチン、パルチン。え？ほんとだ。いっぱいいるわ。いっぱい寄ってきてるわ。さあ見ましょう。うわぁ、RR かと思ったら違った。田中に。ロースリゾート行ってもいいよ。行くなら全然。インクレ持ってると美味しいんだよな。なんか。BP じゃね？あ、BP だ。美味しいね。はい、以上。はい、ってことで、水力発電所の鍵いかがだったでしょうか。総額の方が約168万ルーブルということになりました。まあ、アタッチメント系統がメインで、やっぱ美味しいね。普通にティアの高めのアタッチメントが湧くことが多いので、普通に美味しい場所になります。だから高いやつだけね、持って帰るっていう感じでもいいし、1階の場所にレフの LL3 で交換できり、ボロンキーだったかな。バロンキーかボロンキーっていうね、鍵があるんで、そこをね、夜ついでに漁るでもいいし、結構ね、安全な場所でもあるので、最近昭和ライン始めまして、で、ちょっとね、プレイヤーの性的怖い人はね、あそこ漁りに行くでもいいですと思います。はい、あそこ安全なので、この動画良かったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしたらまた別の動画で会いましょう。じゃあね。絶滅危惧種のバンプーのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。